私は中区町の先生に登録している鳴沢明美です。この動画ではこのガーデンエコバッグへの塗り絵をしてオリジナルバッグを作る方法や塗り絵のコツをご紹介していきます。ガーデンベアはガーデンネックレス横浜のマスコットキャラクターで、トレードマークは可愛いフラワーアフロです。このガーデンエコバッグはアンケートにお答えいただいた方に記念品として差し上げています。エコバッグを受け取れるのは区民利用施設になります。ぜひアンケートに答えて可愛いバッグをゲットしてください。準備するものは布用クレヨン、キッチンペーパー、アイロン、アイロン台です。塗り始めの前のご注意です。小さなお子様やマジックをお使いの方は色移りを防ぐために布の下に紙を入れておきましょう。こうすることで色移りが防げます。布用クレヨンは文具店や100円ショップでも売っています。色が決まりましたら、ベアの体の暗い部分から少し濃い色を選んで塗っていきます。腕の付け根のあたりやお腹の下の方が少し暗いかと思います。次に体の部分を塗っていきます。ベアの体は丸みを帯びておりますので、丸く丸く塗ってみてください。フラワーアフロはふわふわした感じですから、あまりしっかり塗り込まず、ところどころぼかしながら塗ってみてください。色を重ねていくと複雑な色が出てきます。色塗りが終わりました。少し触るとペタペタしています。このままではこのクレヨンが周りについてしまいます。余分なクレヨンと油分を取り除いて色を定着するためにアイロンをかけていきたいと思います。アイロン台の上にエコバッグを置きます。キッチンペーパーを塗り絵の上の部分に乗せます。塗り絵がキッチンペーパーからはみ出さないように注意してください。アイロンはスチームが出ない設定にします。温度は中温から高温、中温より高めに設定してください。火傷をしないように気をつけながらアイロンをかけていきます。キッチンペーパーに余分な色が映り込んできます。綺麗なペーパーに取り替えてもう一度かけていきます。このバッグにはマチがついていますので、たくさん荷物が入ります。エコのためにもマイバッグとしてぜひたくさんお使いください。完成したオリジナルバッグの写真を撮って、ぜひ二次元コードから応募してください。応募が完了したら、参加施設のスタッフに応募完了画面を見せると素敵な記念品がもらえます。私が登録している中区町の先生とは、地域で活動するボランティア人材バンクの登録で、地区センターなどの施設でいろいろな講座の講師をしています。中区町の先生の一覧は中区町の先生ガイドに載っていますので、ぜひ地区センターや各地域ケアプラザ、学校コミュニティハウスなどの区民利用施設でご覧ください。クレヨンの中には紫がないのです。赤いクレヨンをいらない紙に色をなすりつけてください。結構強くしてください。青も同じようにこすります。それを綿棒で混ぜ合わせます。すると紫ができてきます。赤寄りの紫と青寄りの紫も自由に作れます。アフロヘアに塗っていきます。ふわふわ感を強調するために綿棒で塗っています。
こちらは塗らずにコラージュしています。緑の部分、体の部分はフェルトです。これはリボンが寄せて作られています。ガーデンネックレスにちなんでネックレスをつけてみました。こんな風にいろいろアレンジができます。ご視聴ありがとうございました。